555回目のミーティング、仮面ライダーでいうところのファイズだね。それちょっとよくわかんないけど、ゴーゴーゴーって感じだね。ゴーヒロミさんって感じだね。ゴーゴーゴー頑張れ頑張れよ早い笑っちゃうのが、頑張ってて。ヒロミゴーは恥ずかしいてうまかったよ。ゴーゴーゴーやってミク、ゴーゴーゴー面白いミーティング。はい、皆さんこんばんは、ピクシスの手玉井です。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが喋っています。はい、さあ木曜日はこちらのコーナー、リスンゴの日。ドワンゴさんが運営する小説、ライトノベル、ビジネス書など、さまざまなジャンルの本を耳で楽しめるオーディオブック配信サービス、リスンゴ。このコーナーでは毎回一つリスンゴ内で配信される注目の作品を紹介していきます。はい、今回ご紹介する作品は三上円先生著、ビブリア古書堂の事件手帳さん、しおりこさんと消えない絆。はい、驚異のミリオンセラー古書ミステリー、ビブリア古書堂の事件手帳シリーズのオーディオブック第3弾が11月19日ついにリスンゴで独占配信開始。2巻と3巻はそれぞれ880円のスペシャルプライスで販売中です、うん、またシリーズ第3巻の配信を記念して、どれでも1巻ご購入いただいた方全員に、リスンゴオリジナル国産ヒノキ木製しおり、そうすごいをプレゼント。うん、はい、さらに3巻すべてご購入いただいた方の中から抽選でビブリア古書堂の事件手帳10周年記念の限定グッズ、すごい、ビブリア古書堂の事件手帳ほぼ日手帳2022ウィークススプリングをプレゼントするキャンペーンを実施中です。え、すごいってか、やっぱ10周年なんだね。すごいね、いっぱい ね、盛りだくさん、うん、ぜひこの機会にドーンと大人買いを。サイト内では視聴も可能となっております。はい、では作品紹介もしていきましょう、うん、鎌倉の片隅にあるビブリア古書堂はその佇まいに似合わず様々な客が訪れる。すっかり常連となった賑やかなあの人や困惑するような珍客も、人々は懐かしい本に思いを込める。それらは思いもせぬ人と人の絆を表出させることもある。美しき女天使はページをめくるように古書に秘められたその言葉を読み取っていき、彼女と武骨な青年店員が妙なる絆を目の当たりにした時、思うのは絆はとても近いところにもあるのかもしれない、あるいはこの二人にも。あらやっぱね、有名作品ですね、うん、しっとり。はい、そんなビブリア古書堂の事件手帳さん、しおりこさんと消えない絆にちなみまして、うん、今回はこんな企画をお届けします。ピクシス古書堂。ほう、はい、まあ、かれこれ5年半以上この番組をやってきているわけです、うん、今回はそんな番組の歴史を紐解いていく企画をお送りします、うん、ピクミ的な古書、つまり番組内で過去にやっていた台本から、うん、コーナーなどを紹介しつつ懐かしんでいこうと、まあ、しっとり懐かしんでいこうっていうコーナーです。まあ、言い方変えたらただ黒歴史漁られるだけだよねこれ。黒いかどうかはあれ見てみないとわかんないからもしかしたらすごいね、懐かしいなっていいなーって終われるいるかもしれないし、ここがね最近聞き始めた人からしたら、まあね、こんなことあったんだ、ね、いい気持ちで終われる今日なるかもしれないんでね。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、コーナータイトル、妄想ピクシスアニメ。え、何それ。あったやん。え、何それ。なんそれ。何それ。え、説明するか、まず、何それ。何それ、うん、いつかピクシスの二人でアニメの主演を飾るために、様々なアニメのジャンルごとにどんなストーリーの作品にしたいか、どんなキャラクターを演じたいか、主題歌のイメージなどいろいろなことをリスナーさん交えて話し合い、二人の理想の作品を考えていくコーナーでした。ジャンルを指定し、世界観などをリスナーさんから募集しましたね、と。待って、ビビるぐらい1ミリも覚えてない。覚えてた？なんとなく覚えてるよ。SF とかさ、やりましたよね。
マジで覚えてない。30分時代の何年前？あ、そう、30分時代の。2016年10月から2017年4月まで。うん、長いことやってるな。じゃあもう一個いきますよ。はい、君の未来スナイパー。あこれ結構目玉コーナーでしたよね。あこれはさすがに思い出してきた今。2017年4月から2018年4月。リスナーさんから寄せられたお悩みやどうすべきなのか困っていることなどに対してどんな選択肢を選ぶべきなのかルーレットを使って2人が未来をスナイプし決めてあげちゃうコーナー。ピンクと水色の等間隔で並んだルーレットにマジックテープのボールを投げ、ピンクに当たればトヨタさんの意見、水色に当たれば伊藤さんの意見を採用すると。やったわ。これ結構覚えてるな。だって投げたもん毎回。なんかさ、公開収録でもやったでさ、なんか私たちが決めたことによって留学した子いたよね。いた。私たちの未来スナイパーでなんか留学するかしないかなんか決めてくださいみたいなのでさ、うん、実際やった人いたよね。いたいた。あとなんかお金の使い道をどうしていいかわかんないみたいなやつで、うんうん、なんか私が大量のハムスターを買いなさいって言ってなんかそれだけめっちゃ覚えてる。怖すぎだし、その時からどうかしてましたね。でもこれはちょっと記憶に新しいですね。ロンリーさんとフレンドリーさん。2018年5月から2019年3月。お題として出される様々なシチュエーションにおけるロンリーな人の行動とフレンドリーな人の行動の違いをセットで募集して紹介し、ロンリーさんとフレンドリーさんの違いを研究していくコーナー。ああ、これは確かに最近なイメージだわ。ありましたね。でもなんかさ、このミクがロンリーさん側になる系のコーナーめっちゃそっから続いてるよね。確かに。なんで？擦るとこがないんだって。擦るとこがないから1個で1個のものを違う視点からやってるの？そうやってるだけ。まだやる。まだ擦れるって。まだ擦れるの？まだ擦れるって、そのロンリーネタ。ロンリーネタいける？うん、いけるって。すごいね。こちら、願いを叶え流れ星ハーモニー。なんそれ。2018年5月から2019年3月、はあ。流れ星は流れている間に3回願い事を叶えると、言えると叶うと言われています、うん。このコーナーではリスナーの皆さんから1行ぐらいにまとまっている叶えてほしい願い事を募集。ただし、それを普通に読むだけではなく、ハーモニーを重要し、2人がせーので願い事を読み始めて、綺麗にユニゾンさせながら3回早口で読めたら、あなたの願い事は叶いますという身勝手なコーナー。あったわ。これあったね。せーので、なんとか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 って言って叶いませんみたいなやつだ、うん、だいたい叶わなかった気がする。だいたいそう、叶えられなかった気がする。難しいんだもん、二人で早くて言葉を合わせるの。はい、というわけで今回はこれにて終了です。オンエアではピクミの過去のコーナーたちをご紹介してきましたが、リスンゴ内にて本放送ではカットされた部分を含めたリスンゴの日完全版を配信予定ですので、そちらもお楽しみに。完全版では過去のオープニング寸劇に今の私たちが挑戦しています。楽しかったのでぜひ見てください。すごかったです。すごかったです。以上、リスンゴの日でした。ピクシスの夜空の下でミーティング、お送りしてきましたピクミエンディングです。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナー宛てのお手寄りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net、 pixis_rf@joqr.net、 pixis の綴りは pyxis です。はい、ということで GOGOGO の放送いかがでしたでしょうか。記念放送という感じだったね。いや、ちょっと懐かしくて、最初黒歴史掘り返されるのかなって思ったけど、シンプルに楽しかったわ、ね、うわっと、あー懐かしい。懐かしい。あれだよ、メゾンドイーコへ追い出されて屋上がなくなって公園でずっと私野宿してた時に夜景に吠えられてたんだって。あーそうだ。え、あの王女さんの気持ち悪い声ないの？あれはないんだ。あれミックーミックーもういちーもういちーっていうやつ。懐かしい。どこかにはあるんじゃないですか、ね、もうやっぱ500回まで聞くると記念がたくさんありますね。そうですね。はい、それでは今夜この辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田萌とピクシスの伊藤美久でした。また来週この屋上で会おうね。バイバーイ。